正直こういうお話が来るとは全く想像しておりませんでした誰かがやらなければいけないということで最終的にお休憩することにしました東京大学医学部出身のバン氏は放射線の人体への影響が専門で ICRP 国際放射線防護委員会の委員も務めています9月に任期満了となる中村佳代子委員の後任として就任することが内定していますバン氏は 除染の基準を下回ったからといってそこで試行停止するのではなく合理的な範囲で下げる努力が重要だと意気込みを語りました9月に任期満了となるけた豊志委員長代理は再任される見通しです